はい、皆さんこんにちは、西宮の土山内科クリニックの土山と申します。だいたい人口10万人あたりに100人から150人程度の患者さんがおられると言われております。ドーパ剤、ドーパ合剤ですね。これはドパミンを補充する、代表的なお薬です。最近の薬物治療の考え方でありますが、持続的ドパミン受容体刺激、コンティニュアスドパミナーチックスティミュレーション CDS という考え方があります。